チャールズ・タダオジンクはアメリカ合衆国カリフォルニア州カーマイケル出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。メジャーリーグでも数少ないナックルボーラーのうちの一人である。2001年はノースアメリカンリーグのユマバッファローズでプレーした。2002年にボストン・レッドソックスと契約を結んだ。2003年は参加の A 級サラソタ・レッドソックスでプレーする。 2005年はトリプル A 級ポータケットレッドソックスと AA 級ポートランドシードックスでプレーする。2006年は大半をトリプル A 級ポータケットでプレーする。2007年は開幕をトリプル A 級ポータケットで迎える。しかし5月21日に AA 級ポートランドへ降格した。2008年8月12日のテキサスレンジャーズ戦でメジャーデビューを果たすが、 これが自身最初で最後のメジャーでの登板となる。2009年1月8日にロッコバルデッリの枠を開けるため、リーフとなった。2010年1月14日にセントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだが、スプリングトレーニング後に解雇された。4月27日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、参加トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスでプレーした。オフに、 FA となった。2011年1月18日にアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約を結んだ。8試合に登板し2勝2敗の成績を残し、6月に解雇された。ありがとうございます。